野口大輔は日本のプロバスケットボール選手。北海道亀田郡七江町出身。ポジションはパワーフォワード。B3 リーグ長崎ベルカに所属している。幼稚園の頃からスキーを始め、七江町立七江中学校でバスケに転校し函館選抜に選ばれる。中一ででに身長は180センチメートルあった。高校は東海第四校に進み。 一年次より全国大会に出場。大学は日本体育大学に進学。同期の大西隆史藩、荒井康明、与那峰翼らと共に四年次にインカレ3位となる。卒業後、大塚商会を経て2007年に高校時代の同期である菅原陽介と共にレラカムイ北海道に加入。2009から10シーズン途中に伊藤拓郎が契約解除されてから、 2013年オフに田島、朝日が移籍加入するまでチームにおける唯一の北海道出身選手であった。2011年、ウィリアム・ジョーンズカップで日本代表に選出。2014から15シーズン途中からシーズン終了まで筑波ロボッツにレンタル移籍。レンタル移籍満了により2015シーズンはレバンが北海道にてプレー。 2019から20シーズンからサンドッカーズ渋谷2席。2021シーズンから B3 リーグに新規参入する長崎ベルカ2席。ありがとうございます。